天の国へと通じる門が閉められていることを知り、二柱の神がクロードを召し出してバウンスさせた。クロードの力比べが始まった。どこからともなく恐怖の化身がすっひやりとした風は、怨霊が近くにいるという証だ。闇が！クロードのクロードは忌々しい呪いとの戦いを強いられた。クロードはもう一組に身の気立つ呪いを送った。敵勢に刃を向ける。もう一組が呪いの前に散った。この敵の群れに果てはないのかと疑いを抱くほどであった。クロードは鬼に遅れを取ることなどない。群れをなで切りにした。しかし次の群れが迫りつつある。地の底の最果てから邪悪な群れがじりじりと這い出す。守護神の悲願は果たされた。クロードは力比べを制し誉れを手にした。